輸入車の話をしたい。これ動画のタイトルがまだ決まってないんですよね。あ、そうなの。はい、前回もアリーナ店で、はい、お届けしたんで、うん、ちょっとあんまり期間がまだ空いてないんですけれども、はい、今回たまたま名古屋店に来てますんで、うん、名古屋店からまたこの回を、はい、雑談会ですね、うん、いいですね、お届けしたいと思います。まあ、全体的にはこうライブ配信と、はい、まあ、いつもの動画の中間みたいな感じで、うん、まあ、相場の話だったりだとか、はい、まあ、あとは車買い取りオークション、はい、まあ、いろいろある中で起きた珍事件、うん、大事件なんかあれば土方店長から教えていただいて、はい、まあ、あとはやっぱり普段在庫がいっぱいあるんですけど全部紹介させていただけるわけではないので、はい、まあ、店内の在庫のバババッとご紹介ざっくりとね、こんなのありますよみたいな、はい、でお届けしたいと思います。でまずは、はい、まあ、前回があんまり期間が空いてないんで、うん、ちょっと微妙かもしれないですけど、はい、まあ、相場の話、うん、今どんな感じなのか、うんうんうん、一応前回は一応小島さん視点で、まあ、やっぱりその人それぞれ、そうですね、まあ、見てる車だったりも違うと思いますし、もちろんもちろん感じ方も違うと思いますんで、はい、土方店長的には今の相場感、うん、なんか感じるところありますか。想像以上にポルシェ992系が高値安定、あ、取引も結構動いてる感じですか。やっぱり動いてます。あ、なるほど。動いてますし高値だし、今後だからそれが上がり続けるのか下がってくるのかっていうのがちょっと微妙で今読み切れないなっていうところはあります。ただ991.2 に関しては若干高めにはなってますけど、ちょっとしばらく安定するような気はします。あ、なるほど、うん、まあ、992.2 も出たところですけど、そうですね、 1.2 もまだまだ注目されてると。まだ注目されてますし、僕個人的な視点で言えば安定しているので今買っていいかなっていう感じは見受けられますね。結構今この盛んに動きがあるといろんな車が出てくる可能性もあるのかなっていう、うん、そうですね、市場に。確かに、まあ、乗り換えだったりだとか売却だったりとかで、で皆さん多分感じてると思うんですけど992のいわゆる前期型なんですけど、グレードを見ていただくとほぼほぼ彼らが多いんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。992発売された時も彼らってどんどん彼らが入ってきた状況だった。 S じゃなくてですか。違います。へえ。なんで弾数豊富で想像以上に装備がいい彼らもあります。はい、あ、そうなんですか。はい、彼らでこれついてるの、カーボンセラミックの。そうです、そうです。でリフターついてるのみたいな、っていうのは面白いんで、買う買わない別でもうネットで掲載されてるのをこう一台一台どんな装備ついてるのみたいな見るのも面白かったりしますね。結構皆さん多分彼ら探してる方は彼ら S とか、はい、彼ら S 探してる方は彼らまで多分視野に入れてはいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、よりじゃあ見ていただいた方が面白いかもしれない。いい感じですね。はい、まあ、取引が活発にされてるってことはやっぱり一期一会じゃないですけど、珍しい車とかいい車とか出てきてもすぐ決まったりする可能性もあるんで、うん、ありますね。まあ、できれば細かくチェックしていただく方がいいのかなと。そうですね。そして土方店長も注目してるということは、うん、ボンドの在庫も細かくチェックしていただいた方が、うん、いいと思います。いいですよね。はい、結構本当に速い車って掲載前に そうなんですよ、決まったりもありますもんね。はい、大げさな言い方すると大体こういろんな日中作業してで撮影もしてやっと夕方から夜にかけて掲載するじゃないですか。で翌朝問い合わせがもうすでに入っていて、あの買いたいですっていうので決まってしまうっていう、はいはい、なるほど。即日というか翌日には決まってしまうっていう案件というか物件。夕方から夜が大体アップの時間なんですか。僕らは大体そのぐらいが、はい、アップですね。中古車情報サイトと、うん、はい、うちの在庫ページの、うん、そのラグもあったりするんですよね。あります、あります。そうなんですよ。先にどっちか先に出てるっていうケースもあるので、ね、まあ、できればちょっとお手数ですけど両方チェックしてもらうのがいいかなと。そうですね。続けて聞きたいんですけど、はい、なんか最近ありますか。珍事件大事件は、うん、石川さんのすごい個人的な話でもいいですよ。はい、個人的な感情で言わせてもらうとちょっと注目していた、はい、まあ、相変わらずしてるんですけど、はい、ゴルフのカブリオレ僕古い車好きなんで、はいはい、ゴルフの初期のカブリオレってボディがゴルフワンじゃないですか。はい、たまにオークションに出てくるんですよ。はい、わーいいな買っちゃおうかなと思いながら見てるんですよ。そんな数多くないですよね。いや全然少ないです。まあ数日前のオークションに出てきて、はい、まあ、なんとなく相場感でこれぐらいかなって思ってるものの倍の金額で落札されてたっていう恐ろしい。いやワンツー高いんですよね今。めっちゃ高い。取っとく車じゃないんで、はい、距離飛んでるのがめちゃくちゃ多い。そうですね。距離薄なんかは結構すごいです。はい、だから地味に狙ってるのが僕はゴルフの初期のカブリオレと、はい、ゴルフ2の GTI マニュアル全機三角窓。そしてですね、うん、前回小島さんの回なんですけど、うん、コメントいくつかいただいたんで、うん、まあ、それ土方さん的見解でいいんで、はい、答えていただけるといいかなと
はい、でまずは、RS4 アバント、うん、あと S4 アバント、はい、この辺の市場とか、うん、まあ、メリットデメリットなんかあればいろいろ教えていただきたいです。中古車に関して言えば一頃の RS 人気がちょっと今落ち着いてる感じがあります。あ、そうなんですか。はい、一時すごかったじゃないですか。もう数年前までは買えない買えない、発表されてだってその年の枠がもう2月3月におしまいみたいな、はい、あっという間に埋まっちゃうっていう状況が続いてたんですけど、ここ数年1年ぐらいはちょっとそれが落ち着いてきてますね。あ、そうなんですか。なんとなくその一過性ではないですよ、はい、一過性ではないし、はい、車はすごくいいんですけど、はい、バンとアウディの日本でのステータス性が上がった時に比べて今落ち着いてるかなっていう感じがあります。それは RS も S モデルも通常のラインナップモデルも一緒ですね。じゃあ結構今から探そうと思えば選択肢はありますね。ありそうですか。はい、ただ結構バリエーションがカラーだったりだとか、そうですね、はい、まあ、あとはその距離も多分バラバラになってくると思うんで、うん、まあ、その辺は要相談。そうですね、はい、よく吟味してっていう感じにはなってくると思いますけど、あの買いか買いじゃないかっていうとまあどちらとも言えないですけど、お好きな方であれば買って損はない車っていうのは間違いないですね。ただ価格的にどうかっていうのはちょっと先行きの動向は難しいと思います、うんうん、読みづらい、はい、じゃあデメリット、まあ、デメリットっていうふうに書かれてるんですけど、うん、デメリットっていうのはまあなかなか難しいかもしれないですけど、はい、まあ、リセールの部分だったりだとか、うん、そうですね。故障とかどうですか。あまり聞かないし、あまり経験は、はい、あとはその、まあ、当然メーカー保証が残ってる年式であれば保証継承してお乗りいただくっていう形になると思うんですけど、はいはいはい、やっぱりそのカスタマイズに関しては要注意ですね。あ、なるほど、はい、テレビキャンセラーレベルでも、はい、もう断られてしまう。あ、はい、もうこれはもう保証対象外。テレビキャンセラーなんかすごい今トラブル多いみたいですね。ですね、本当にピンキリになっちゃってるから、はい、うん、キリの方でもいっぱいあるから。そうですね、なんか中途半端なんですけどそのナビが壊れちゃったりとか、はい、ブラックアウトしちゃったりとかっていうのも出てくるからやばいですよね。まあいろいろ吟味した方がいいのかな。いや本当にその辺はちょっとリスクもあるなっていうのを、なるほど、はい、覚えておくというか、はい、認識していただいて。故障はあんまり聞かないんですね。まあ、車も新しいですからね、現行に関しては、うん、まあ、今後は分かんないですけどね。そう、今後は分かんないですけど、はい、だから先代の RS6 だったりとかっていうのもちょこちょこっといろいろタービン周りのことを言われてたりもしましたけど、今現行はあまり聞かない、うん、っていうか販売台数も正直少ないですよね。なるほど、なるほど、はい。まあ、あとはうちの場合修理ももちろん、はい、どうしてもその車両販売とカスタマイズがこうすごい表に出てやってるんで、はい、なかなかこう知らない、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、車検だったり修理なんかもやってますんで、はい、その辺はあんまり心配しなくていいのかな。大丈夫ですね、はいはい、そしてですねもう一個、はい、なんかアバルトについてガソリン車の今後の予想とかテーマを見たいですっていう風にコメントいただいてるんですけど、はい、アバルトのガソリン車はもう終了しましたよね。一応終了です。 ですよね、はい、だもう在庫分とですよね、はい、です、はい、で最後に出た75周年それで終わりのはずなので、あとは在庫分ですね。動き的にはどうですか。あまり正直動いてないですね。あ、そうなんですか。はい、なのでここを立て続けに連発して限定車が出てるんですけど、はい、ちょっとこう皆さん、ね、出過ぎじゃないのっていうイメージもあります。まあ、台数多いですからね。そうなんですよ。ガソリン車が終わるからって言ってすごい需要が高まってこう活発にというかよりかは平常運転っていう、うん、そういう感じだと思います。車の特性でしょうね、はいはいはい、うん、アバルトといえどもやっぱりこうフィアットありきのところもありますんで、まあ、その辺がねどうしても電気のみになっちゃうしょうがないかな、その移行はね、うん、EV のやつは見ました藤川さん。まだ見てないですか。見てないでしょう、ね、僕は実は一回イベントかなんかで止まってるのは一回だけ見たんですよ、うん、あ、そうなんですか。だから結構そのモーターとガソリンでも層が違うし、需要の層も変わってくるんじゃないかなっていう、うん、ただ乗ってみたいです。そうですか、はい、なんで仕入れタイミングがあれば。そうですね、僕ほらちょっと全然休憩の時にちょっちと喋りますけど、はいはい、僕はほら昔のルパン三世のまた話がそっちで、はいはい、それの EV バージョンが欲しいです。なるほどな、はい、じゃあそれはヨーロッパの業者にオーダーしてもらって、ね、はい、はい、というわけでこんな感じで、はい、雑談会お届けしました、はい、であとはここからは、うん、店舗の在庫の方をそうですね、ちょこっとバババッとご紹介させていただければと思います。はい、じゃあここからは、うん、店内 と、はい、あと外の展示の在庫車両をバババッと、はいはい、これ最速で編集してアップするんで
いいね、はい、あのお問い合わせいただければ、はい、あの車ですねってすぐ行けますので、ね、はい、ご紹介したいと思います。で、まず店内に関しては今、うん、何台5台、5台、はい、展示させていただいております、はい、これマクラーレン率が若干高いのは、はい、あの土方店長の趣味嗜好が、個人的な趣味嗜好が、はい、というわけでマクラーレン 600LT、はい、このカスタム紹介でもご紹介させていただきましたよね。そうですね、こちら、はい、これ相変わらず色いいっすね。原車見るとめちゃくちゃ綺麗ですよね、はい、そうですね、ぜひこれあの原車見ていただきたい、はい、そしてあの BC フォージド入ってますけど、ノーマルもありますもんね、うん、ノーマルもちろんあります、はいはい、なので希望に応じて戻していただくっていうのも全然いいのかな、はい、そうですね、はい、あとこっちは、うん、これは675LT スパイダーですね、はい、LT モデルじゃないですか、はい、LT です、はい、というわけでこちらも、はい、価格が今日時点の価格になります、はい、今日時点です、はい、2920万円、はいはい、こちらは頑張れますか。もちろんです。ちょっと一瞬疑問に思ったんですけど、はい、この店頭価格っていうのは交渉はありなんですか。もちろんありますよ。ありなんですね。されない時って一回もないです。あ、そう、必ず皆さんに、あ、いくらぐらいですかって言われるので、そう、じゃあ頑張りますよって。なんかあの新車って割とこう交渉していいのかなっていう空気あるじゃないですか、よく聞くじゃないですか、はい、しかも、はい、中古車って、うん、じゃあそれは交渉の余地あり。あです。もちろんあの幅はあるんで、はいはい、希望の金額になるかどうかまた別の問題だと思うんですけど。そうですね、はいはい、もし興味があるものがあれば、うん、はい、ぜひ価格も含めてご相談いただけるといいんじゃないかと、はい、あとは店内は、うん、アストンの、アストン、はい、DBS スーパーレッジェラですね。いいですねこの辺も、はいはい、というわけでこちらもあったりとか、あと奥には、うん、オートサロンにも出店させていただいた、はい、フルマンレンジローバー。そうです、はい、あの価格がぶっ飛んでるんですけど、はい、改造費が多分2000万円ぐらいぐらいですね、かかってますよね。そうなんですよ、はい、というわけであの価格順に並べると、はい、飛び抜けちゃいますけどまあその分ちゃんとカスタマイズが、そうですね、はいはい、あとは交渉していただければ、はいはい、というわけでこちらフルマンスリー全部ついてますからね。全部ついてますね。というわけで全部、しかもこれプロテクションも確か貼ってんですよね。はい、プロテクションだけでも全面貼るってなってくると3桁万円超えてくるじゃないですか。そうですね、楽にですよね、はい、でもこの辺を含めて考えていただくといいのかな。ちなみにホイールもマンスリー、はい、しかもこれ全然走ってないですよね確か。そう、全然走ってません。そうですよね、はい、なのでタイヤもバリ山どころかバリバリ山ということで、はいはい、こちらもぜひお問い合わせいただくといいんじゃないかと。あとは、うん、やってきました、はい、マルニーダーボ。これはいいですよ。あれ、こちらは一度ご制約いただいて、はい、また買い取りさせていただいた。そうなんです、車両ですよね、はいはい、というわけでこの辺も、うん、もう永久保存版、はい、モディファイだけではなく、はい、しっかりとしたレストアもされている、まあ、レストモートなんで、あの安心してお乗りいただけるかなと。こちらも個別で撮った動画がありますんで、うん、まあ、そちら見ていただけると、はい、めちゃくちゃコンディションいいんですよね。めちゃめちゃいいです。フルオリジナルっていうわけではない、ね、はい、違いますね。シートベルトのところだったりとか、特に足回りなんかは変わっちゃってるんですけど、これも確かあのご制約いただいた時に、うん、あのタイホイール変えてるんで。そうです、あの別のやつがあるんですよね。あのノーマルのホイールがあります。純正のホイールがあります。はい、もともとついていた車外はもうないんですけど。あ、ないです、ね、はい、純正のホイールがあるので、はい、タイヤを買っていただければ。そうです、そうです、戻せますんです。オリジナルコンディションに近い状態もできる。そうですね、なかなかマルニのターボでこんだけコンディションいいのもないんじゃないかな。もう多分普通に探しても日本国内ではほぼほぼ出てこないの で、ね、海外サイトでもマルニターボに関しては相当少ないです。でしかも海外で買うのって結構危険くないですか。原車がなかなか見れないじゃないですか。リスキーですね。でしかもピンキリじゃないですか、はい、そうですね。ぜひこちらも原車店内に展示してありますんで見ていただけるといいんじゃないかと、はい、あとは、うん、名古屋店実は外にも、うん、はい、展示車両ありますんで行ってみましょう、はいはい、さあ外に回ってきまして、外にも展示車両が、はい、どのくらいですか、10台ぐらい。そうですね、常時展示させていただいているということで、はい、V クラス名古屋珍しいですね。珍しいですね、はい、下取りの車なんですけど、ワン新車からワンオーナー。あ、そうなんですか。そうなんですよ、はい、というわけで、うん、V もぜひ黒いいじゃないですか、はい、やっぱりいいですね。で今回ノーマルということで、はい、まあ、多少手を加えていただいても、はい、で V のパーツボンドいっぱいあるじゃないですか。お任せくださいって感じですよね。あのでっかいセンターコンソールとか、はい、あの豪華なリアシートとか。そうですね、あれも確か後半から追加されたオプションだから、うん、ない個体も多いんですよね。お、ほとんどついてないと思います、はい、ボンドのホームページにも。あと河川さんも出てますよね。出てますよ、もちろん、はい、見ていただければ詳細わかると思います、はい。あとは他にもやってきました、うん、はい、ハイエンターボ GT、はい、これはめちゃくちゃなんかもったいないって思うんですよ僕車的に、うん、良さが伝わってない。そうですよね。
なんでだろう、すっごい車なんですけどね。見た目が概念のまんまだから中身別物ですよね。いやもう全く別物です。こちらの個体じゃないですけど別の個体でターボ GT 撮らせていただいたのもあるんで、はい、見ていただければ、うん、あのほぼリアクション動画かもしれないですけど、そうですね、はい、これですよ個体は。あ、これでしたっけ。これなんですよ。あ、じゃあこれがご制約いただいて帰ってきた感じ。そう、まだ戻ってきました。そうなん、また違う車に入れ替えていただいてます。なるほど、はい、というわけでじゃあこの電車をご紹介したのもありますので、はい、ぜひ見ていただけるといいのかな、はい、そしてあと他にもバリエーション結構豊富ですね、はい、豊富ですよ。この辺なんて結構珍しいですよ。白のカーボンルーフ、ターボ S。 あ、ターボ S。 そう、カーボンルーフ、カーボンルーフなんですよ。へえ、いいっすねこれ、はあ、白でカーボンルーフ好き、まあ、白自体が少ないんですよ、はい、へえ、黒が、あと黒とかクレヨン系が多いかな、シルバーとか。こちらも内装詳細出てますけどクレヨンステッチでかなりいい感じです、はいはい、カーボンルーフいいっすね。いいっすね、白めっちゃ映えますね、はい、そして他にも GT4、はい、GT4 あったりとか、はい、うん、AMG GTC、はいはい、うん、これもまたいい色っすね。かっこいいですよね、はい、これも写真画像じゃなかなか出ない色なんですけどね。そうですね、はい、これぜひちょっと動画で伝わるか分かんないですけど、はい、写真だとただの黄色みたいになっちゃってるんですけど。そうですね、すごいメタリック感のある。そう、全然パールかな、パールっぽいです、はい、すごいレーシーなイエロー、かっこいいですね、はい、いいですね、はい、で奥にはエスカレードが、はい、どうすか珍しい、このデカさボンドでエスカレード珍しい、はい、ちょっと状態がいいのと、はい、ちょっと下取りでいただけたんで。あ、これ下取りなんですね、はい、店頭でいけるかなと思って。下取りってその素性も分かるんで。そうなんですよ、僕ら的にもすごいメリットありますし、はい、次乗られるお客様にも、うん、あのご説明が詳しくできるんで、はい、安心なんですね、非常にいいのかなと。そうですね、あの肘川さん乗りましたこれ。乗りました。すごいっすよね。すごいっす。またちょっとドイツとか国産車と違った高級な感じ、はい、うん、後ろと前でなんかあのスピーカーとマイクで話ができたりとか、はい、まあ、これもあの別の答えですけどアリーナ店で、はい、あの撮影したものもありますね。あ、そうですよね。ぜひ興味のある方見ていただけるといいのかなと、はい、あとこちらのアルピナ、うん、XD4、 XD4 これも珍しい、はい、これもすごいっすね。これだってナルドグレーだよ。初めて見たかもしれないです、うん、あのインディビジュアルカーですね。インディビジュアルモデル。そうなんですか、はい、オーダー車です。こちらは、あ、オーダー車、こちらはもうご制約いただいたお車ということで、じゃあそういった貴重な車も言っていただければ探してくることももちろんですできるということで、はい、ただこれに関しては答えが少なすぎてちょっとこれは探せないですけどね。ちょっと難しいかもしれないですけど、はい、そういったオーダーもぜひお問い合わせお待ちしております、はい、そしてあと他にも、うん、グラントゥーリズムですね。グランツー、はい、これパールですよ。珍しい。本当だ、本当珍しいです。これバードゲージですか。そうですね、あ、はい、この分かりますでしょうか、うん、この青から白に、はい、こうグラデーションじゃないですけど、うん、光の当たり方で見え方の変わる、はい、これもだから原車を見ないとなかなかこの塗装の魅力が伝わらないのかなと、ね、そうなんですよ、はい、だこれね、あの夜にあの水銀灯の下だともうすごい出ますパール感が。あ、なるほど、はい、でグランズも今価格の開きすごいじゃないですか。すごいですね。前期の距離飛びなんかはもうすごい手頃な値段になってますけど。本当ですね。でも元々の値段が高いの で、 そうですよ、ね、これでも相当お手頃だと思います。最終型居留数なんていうと未だに高値で、はいはい、でこちらももう最終も最終ですよね。そうです、はい、でナビも最後のタイプなんで。というわけでこの辺も探してる方いらっしゃれば、今方あの最近 MC20 撮らせていただいたんですけど、はい、大きくこう分かれるじゃないですか。あ、確かに。フェラーリのフェラーリ色が色濃く出てるここまでの世代と、最近のこうフェラーリがこう抜けて別のグループとして一新したマセラティとキャラクターが違うんで、ぜひこの辺の世代探してる方は。そしてこちらのこの後動画撮影させていただきますんで、そうですね、詳しく紹介しますけど、はい、35GTR 中期型、うん、はい、そうです。 GTR って世代で全然違うんですよね。そうなんですよ。なんか毎年なんかこう小変更というかですよ、ね、はい、リファインされてるので、なるべく勉強して、はい、お届けしたいと思います、はい、この辺も気になる方いらっしゃればお問い合わせいただくといいんじゃないかな、はい、あと LX、うん、こちらも動画で以前ご紹介しましたけども、こちらもご制約いただいたということ で、 そうです、はい、これから納車準備してお届けに行くと、はいはい、であとは他にも実は向こうの裏手にもそう何台かあります、ね、あるんですよね、はい、なのであの、うん、両方見ていただくのがいいですよね、はい、カーセンサーと、はい、ホームページとあとボンドのホームページの在庫位置なんで、はい、両方チェックしていただけると完璧だと思います、はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。お待ちしてます。というわけで今回は雑談会と店舗の在庫、はい、バババッとご紹介させていただきました、はい、またあの
定期的にこれやりたいと思ってます。そうですね、はいはい、ぜひご視聴の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。